ジャン・レストゥは、フランスの、ロココキの画家である。同名の画家の父親と区別するために、ジャン・レストゥ二世などとも呼ばれる。ルーアンで生まれた。祖父のマルク・レストゥは、カーン出身の画家で、同名の父親には、ユスターシュ・リストアウト、ジャック・リストアウト、トーマス・リストアウトといった画家になった兄がいた。母親も、画家、ジャン・ジュブネの妹で、画家でもあった。 両親やおじたちから絵画を学び、特に18世紀初めの宗教画の分野で、評価の高いおじのジャック・レス・トゥから指導を受けた。またニコラド・ラルジリエールからも指導を受けた。1717 17年に、ローマ賞を受賞したが、ローマへの留学の資格は、行使せずに、パリで修行を続けた。1720年に、王立絵画彫刻アカデミーの会員に選ばれ、1730年に、 準教授となり、1734年に教授となった。1760年にアカデミーの学長になった。1720年に画家、クロード・ギー・アレの娘で、画家のノエル・アレの姉と結婚した。この結婚から生まれたジャンベルナール・レス・トゥーも画家になり、ローマ賞を受賞した。1730年にパリにスタジオを作り、弟子も育成した。義理の弟、 ノエルアレを教えた。次のような画家たちモレス2は教えた。ありがとうございます。